でいつも歌わせられる。急に飛び入りで、飛び入りでもう大歓迎です、はい、まあその程度ですね、はい、あの今日も飛び入りが一人一回飛び入りで、まあ、もちもち楽しくっていう感じで聞いて、聞いて、聞いていたもんですからね気が程度ですから、気がステージって感じじゃなくて私は便座ぐらい平たくしとてよ、ちょっと言ってから途中だけどちょっと言われなくなった便座ですねもうなんかね、こう静かに一人をってね、安らぎの飛ばしみたいな私もいちいちこう使うときはこうコンセント抜き差してます、うん、あのタオルのこういう便座カバーってのがあるでしょ、便座カバーは洗濯しなきゃなんないけど、あれがいいですよ、オーストラリア人買ってったもん、わざわざこういうの、日本うん、あっちには何もないです、そういうものベラベラってこう貼り付けてし、使い捨てじゃないですか、うん、そうだからね、冬はあれまずあるのが十分やんないよ、ベタカバーだけで基本的には十分だったと思います。それでも洗えるんですか、ベタカバー洗います、洗えます、何回も洗えるのがいいですね、滑り止めみたいな感じで、うん、とりあえずあの電気ポットのつけっぱなしとかですね、こういうそれもあるんですね、魔法瓶必ず使うとかですね、魔法瓶使っちゃないとかですね、まずいですもんね、電気をそのまして、ね、つけたらまずいですよね、うん、電気山の、ね、ちょっと気をつけんという感じがよく分かったね、保温モードというのは一番いい感じですねすぐコンセント抜いちゃうことないですね、シャトルシェフは結構使い物になりますね。それはどこでも売ってますか？どこでも売ってますよ。電気屋ですか？ジャスコ、イオンで。あ、イオンです。半額なんで。半額でいくらなんですか？半額で何千円です。1万円ぐらいです。どこ加熱するんですか？これ中に鍋、内鍋が入ってて、それを加熱して、加熱して中に戻すに戻して蓋をする。忙しい時とか留守する時に便利ですよね。一応沸騰までしといて中入れたらと勝手に言えるんですよ。それはご飯でもいいんですね。ご飯味は味は普通ですよ、味は気にしないな、うわーっと言わないと理解が気をさえ炊き上がって、ご飯の場合は素晴らしい、土を水分が飛んで素晴らしいっていう状態で入れるぐらいですか、使えそうですね、あ、そうか、あのガスお見せしてなかったけど、ガスにするとえらい普通だりで済まないけどね、でもある程度にはできる、お風呂とか入るといっぱい使うので、ちょっと炊いてね、ガス、ガスもですね、これなんですね、平成19年の5月にですね、ソーラーの温水器を入れたんですよ。それまで70、80使ってたんです。70、80リューベですね、ガスですね。でそれ以降、6月以降、まあ、ここは、まあ、梅雨時なんでそんなに下がらないですけど、まあ、いきなり半分ですね、30、8月、9月とかも下がっていってると17、18になって、前からすると3分の1ぐらいになるとです。その温水器は中国製しか今ないんですか？今度つけようと思ってるんだけど、まあ、中国製しかない。今はね、真空管式はないんですよ。真空管式はいいでしょ、やっぱり違う。次の日まで持ちますね。いいですね。何をおすすめですか、今。それはなかなか。なかなかです。ヤフオクで。ゲットするしかない。ヤフオクで。自分で作った人がいい、ある程度はうまくいくのかな。いや、なかなか。難しいですよ。真空管式でも中国製でもまあいいんじゃないですかね。安いっていう。まあ試してみてすぐ壊れますからね。20万とかで、うん、すぐ元取れますよ。ガス代めちゃくちゃかかってますもん。そうそうガス代が一番大体こう7、80使うと1万5000円ぐらいいきますよ、ね。で、これで数千円になりますから、3000円、4000円。
それガスの話なんですけど、ガス電気の話なんですけど、私は今宮殿のプスさんの反対でワイワイやってるんで、もう宮殿の電力は使わないって言って、変えられるものは全てガスにすると思って、パンを焼くのにトースターを廃止しまして、ガスのあのグリルでトーストを焼くんですよ。そうするとガスと焦げるんだけど、あのどうなんでしょうね、ガス代が上がるんじゃないかと。そちらの方が高いです、これじゃないですかね。トースターとかその場でこうすぐできるじゃないですか、2、3分で、ね、そういうのは電力が高くてですね、1キロワットぐらいあっても瞬間的なんで、そのいいですか、焦がして焦がしてって焦がして焦がしてってもったいないです。私が焦がしたことあるから、ひょっぴゅっと頭を働かせないと頭の活性化にいいと思ったんですけど、今日今月ですね、8月分は9米しか使ってないので、これはもう利他給あんまりしなかったっていうのもありますね。冬場はもうちょっとダメですね、天気が悪かったんで50ぐらい。なんか質問とかないでしょうか。でもそろそろ ありがとうございます。いや、馬鹿じゃないです。間違います。